坊ちゃんにも登場することをご存知の方も多いのではないでしょうか。明治27年に建てられた木造三層楼の本館は温泉施設としては国内初の重要文化財に指定されております。平成19年にはミシュランガイドブックで最高の三つ星施設としても評価されました。松山が生んだ近代俳句の父正岡子規、高浜虚子などの足跡を展示している四季記念博物館は水木城跡の道後公園の中にあります。四国霊場88箇所のうち51番札所の石手寺には国宝の仁王門をはじめ三重塔や本堂など数多くの文化財もあり、お遍路さんや観光客の方だけではなくお参りに訪れる地元の方も多く、しばし俗世間を忘れさせてくれます。また小説坂の上の雲で書かれた松山出身秋山兄弟正岡子規の3人の足跡や明治という時代に関する展示物などは坂の上の雲のミュージアムにございます。 NHK で放送されているスペシャルドラマ坂の上の雲は今年秋の放送となっておりますのでぜひご覧くださいませ。まもなく篠宮口に到着いたします。ホームに入りましたら多少揺れますのでお気をつけくださいませ。本日は松山城へお越しいただき誠にありがとうございました。またのお越しを心よりお待ちいたしております。ありがとうございました。降りなさい。足元の朝と中央でございますのでお気をつけください、ね。もう一回行ってくる。おお、揺れる揺れる。ありがとうございました。